はい、メイワンズの6弦ギターですね、弾かせていただきました。コントロールが、ボリュームとトーンとあと3ウェイセレクターにタップスイッチがついてて、で2ハムっていうことで、まあ、非常に使いやすい感じのギターになってるんですけれど、ボディがですね、まあ、スルーネック構造になっていて、でアッシュのウィングがついていて、ネックが11プライ、なんかすげえサンドイッチみたいになってますね。でこれがすごい剛性が高いっていうことで、なんか頑丈なネックなんですけど、鳴らしてみた感じ、ボディの鳴り方がすごいスルーネック独特といいますか、この真ん中がこうしっかり鳴っている感じがボディ全体通してこう、それをピックアップが拾って割と使いやすい感じにまとまってるんですけれど、ちょっとデモ演奏で歪んだバッキングドロップ D で弾いてみたんですけれど、そういうそのピッチ感がはっきりした感じとかが割と出やすいかなと、出やすいギターだなと思ったので、ちょっとそういうプレイにしてみました。あとはクリーンとかもすごく綺麗に出るので、まあコイルタップしたサウンドでちょっと綺麗なクリーンでデモ演奏を弾いてみたんですけれど、それもすごく伸びやかに出るのでとても扱いやすいギターなんじゃないかなと思います。でボディの形なんですけれど、すごい丸みを帯びていて、すごいジャストフィットと言いますか、まあ抱えていて全然痛くない感じっていうのと、あとはスルーネック独特のこのなんて言うんでしょう、アクセスが24フレットまでのアクセスがめちゃくちゃしやすいっていうのが、すごく弾きやすいですね。